テレビとかで、はい、何人ぐらいやりました？いやもう点取ってますもんね。そうですね、去年14ゴール取って。全部変えるんですか、その14？いやもちろん最初の、あとちゃんと決まってるんですよ。どう、例えば 2-0 で負けてての2-1の得点とかならやらないんですよ。あ、まあ、なるほどね。まだ、まだ喜ぶ場面じゃないから。そう、喜ぶ場面じゃないし、ボール取ってすぐ帰らなきゃいけないので、だからもう例えば劇的な同点ゴールだったりとか先制点だったりとか、まあ、1-0 で勝ってての2点目とか、そういう時しかやらないようにはしてますけど。え、プロ何年目からやり始めたんですか？いや意外と去年結構こうフォーカスされて注目されだしたんですけど、結構もう前からやってて、ね、もうレイソル時代からやってたんですよね。それから全部と同じとはしないんですか？あ、同じのはやってないです。ちょっとなんかそれがこだわりでもありますでしょうね、はい、同じのやったら面白くないし、うん、まあ、まだ全然ストックもまだ携帯の中にいっぱいあるので。それで動画を携帯で保存しておいて、はい、で、いやいやもうその動画を見た時にもう頭の中に入るので、その選手の名前だけを携帯の画面メモに入れておいてでこう見たら、あ、こいつはこいつこれだなっていうのをすぐ思い出せるんで例えばもし明日試合があるとするじゃないですか、はいはい、まあ、結構て、まあ、いろいろ緊張感もありますよ、はいはい、いろいろね、準備もあるし、はい、ケアとかしながら、はい、なおかつあ、それは考えてますよ。ですよね。結構ね、直前まで考えちゃう時もあるんですよ。2つ迷ってて、まあ、どっちにしよう、今日みたいな。しかもだって迷うだけじゃないんです。当然ちょっとこう手とか使って練習するんでしょ。全泊のホテルではたまに練習してます、各位に向かってまあまあダサいですよね。まあまだそれは見られたくないですけど、まあ一人部屋なんで大丈夫ですけどそっか、はい、でも去年用意してても去年14ゴールも取ったけど、はい、まだ使ってないですから。まだまだもうストックはもうあるんで、今年も取れるようになります。